ちゃった。皆さんこんにちは、ウプ主のシュラウドです。皆さんこんにちは、アシスタントのシュラミです。今回はこちら、インテル13世代新 CPU のご紹介です。は、何これ。え、いや、1月4日に発売となった CPU で。いやだからどうしたのこれ。か、買ってきました。あんた後で話があるからね。ひぃー。ということで今回はこちら2つ同時ではなく、まずはこちらのインテル Core i5-13400F の方を早速レビューしていきたいと思います。もしこの動画が少しでも参考になったら、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは行ってみましょう。ではまず今回発売した新 CPU たちをサクッとご紹介します。今回新発売した CPU は全部で14種類。末尾に何も書いていない無印と、内蔵グラフィックがついていない F モデルと、省電力版の T モデルとなります。すでに発売されている13世代 CPU は、計付きモデルとして OC 可能な CPU でした。で、今回こんなに種類がある中で私が気になった CPU を2つ購入してきました。それがこちらです。Core i5-13400F と Core i3-13100F になります。なんで14種類もある中でこの2つが気になったの？まず Core i3-13100F の方ですが、こちらは昨年動画にした Core i3-13100F とどのぐらい変わったのかなと思って購入しました。まあ事前情報だとあまり思わしくなさそうではありますが、続いて今回のメイン、Core i5-13400F ですね。こちらは、全世代の Core i5-13400F の6コア12スレッドから E コアが増えて、P コア6個、E コア4個の10コア16スレッドに変貌しました。で、もちろんその分値段も上がってしまったのですが、実は12世代で同じ10コア16スレッドの CPU があるんですよね。それが Core i5-13600K になります。もちろんこれだと計付きと内蔵 GPU が付いているので、一概に比較はできませんが、CPU の性能は近いので今回比較をしていこうかなと思います。では早速開封をしていきましょう。ということでこちらが中身となります。中身は CPU 本体とリテールクーラーが付属されています。今回の無印と F モデルにはリテールクーラーが付属されており、省電力版の T モデルにはリテールクーラーが付属されておりません。では続いてスペックのご紹介。インテル第13世代 CPU でプロセスルールはインテル7と呼ばれる10ナノメートルのプロセスルール、P コアが6個、E コアが4個の10コア14スレッド。クロックは P コアが 2.5 から 4.6GHz、E コアが 1.8 から 3.3GHz となっています。TDP は 65W で最大 TDP148W、メモリは DDR5-4800MHz、DDR4-3200MHz の 128GB まで、内蔵グラフィックなしで 35,800円でした。今回比較対象となる i5-13600K のスペックはこちら。さすが全世代の計付きモデル。クロックも高いし、TDP も高いので、今回の i5-13400F がどのくらい性能が追いつけるのか、気になるところではありますね。それでは実際に取り付けて起動させてみましょう。シュララ。では今回の検証機のご紹介。CPU はインテル Core i5-13400F と 13600K、マザーボードは MSIZ690 トマホーク Wi-Fi。メモリは G-Skill DDR5-5616GB×2枚を使いますが、速度は CPU に合わせて 4800MHz で測定しました。グラボはちょうど良いのを持ってなかったので、インテル Arc A770 リミテッドエディションを使用します。CPU クーラーは今回は AK400 で統一して行いました。グリスはシミオシグリスこと、SMZ01R を使用しました。それでは電源を入れてみましょう。スイッチオン。こちらが BIOS 画面です。きちんと i5-13400F で認識されています。こちらが CPU-Z とタスクマネージャーになります。で、実は今回の13世代 CPU には罠がありまして、CPU-Z を拡大したものになります。注目すべきはこちら。ステッピングとリビジョン。ですです。では画像をもう一つ。こちらは以前 i5-13600K の CPU-Z となります。あれ、ステッピングとリビジョンの文字が違う。そうなんです。13600K の方は正真正銘、13世代のラプターレイクなんですが、13400F の方は、12世代のオルダーレイクのリネーム品となります。ラプターレイクになり、オルダーレイクよりも P コアの効率化やキャッシュを増やしたり等のメリットがあったのに、新しい CPU が12世代のリネームでは、13世代の魅力が減ってしまいますよね。そんなわけで罠がある13世代ですが、検証をしていきましょう。シネベンチ R23? ではいつもシネベンチ R23 からやっていきましょう。
左が Core i5-13400F、右が Core i5-12600K となります。やはり 12600K の方が速そうですが、結果を見てみましょう。まずはスコアから。やはり Core i5-12600K の方がスコアが良かったですが、シングルもマルチも数字的にはあまり差がないかなという結果になりました。マルチ10分の時に 12600K のスコアが伸びていたので面白い結果ですね。続いては最高温度とクロックの差です。やはりスコアが高い分 12600K の方が高いですが、まあ常用しても問題のない温度ではありますね。13400F の方はリテールでも十分だと思います。クロックの方は最初からクロック差があったので、これはスペック通りかなと思います。では続いてゲーム性能も差が出たのか見てみましょう。ファイナルファンタジー14。では続いて FF14 ベンチマークもやってみました。設定は最高設定で、4K、WQHD、フル HD と行いました。インテルアーク A770 なのでそこまで高スコアが出るというわけではありませんが、CPU での性能差が出るのか見てみましょう。映像を見てる限りだとそこまで差がないような気もしますが、結果はこちら。まずはスコアから。4K ではほとんど差はありませんでしたが、WQHD とフル HD では 12600K の方が高い結果となりました。まあ元々の CPU のスペックが高いっていうのもあるとは思いますが、続いて平均 FPS と最低 FPS の結果です。こちらはベンチマーク後のレポート出力の結果になります。やはりスコアが高い分、12600K の方が全体的に高いですね。ただ平均 FPS だけで見れば 13400F でも十分に遊べそうですね。むしろこの FPS 差を感じ取れるかどうか。では次。ファイナルファンタジー15。激重ベンチマークこと FF15 ベンチマークもやってみました。こちらも設定は高品質で 4K、WQHD、フル HD とやりました。では結果を見てみましょう。こちらのスコアはほとんど差がない結果となりました。ということはゲームによっては 12600K と 13400F の差がほとんどないってものもあるのかもしれないですね。FPS も見てみましょう。平均 FPS についてはほとんど差がない結果となりました。スコアが似たような結果だったからというのもありますが、まあこの結果でも大きな差はなさそうですね。では次は動画エンコードもやってみます。動画エンコード。今回もフィモーラを使って 4K5 分間の動画を再エンコードさせてみました。結果はこちら。グラフの横軸の設定がよくわからずすごい差があるように見えますが、差は 13400F の方が10秒早くエンコードが終わりました。ということは 12600K よりもクリエイティブ要素では 13400F の方が勝っているのかもしれませんね。まあソフトによって違うので一概にそうとは言えませんし、10秒ほどの差ですからね。ただ、いい勝負をしてるのは間違いなさそうですね。シュララ。はい、ということで今回は、1月4日に発売となった、インテル Core i5-13400F を検証してみました。あんた的にはどうだった？性能を見れば 12600K と良い勝負をしてるので、価格的にも 12600K に感想を考えてる方は候補に入っても良いような気もします。ただし、なんちゃって13世代ということもあるので、いろいろと注意は必要かなとは思います。まあ13世代の名を使ってる12世代 CPU みたいなもんだもんね。ですです。ということで次回はこちらの i3-13100F も比較、検証していきたいと思います。これもなんちゃって13世代。おそらく。ということで本日はここまで。もしこの動画が少しでも参考になったら、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。シュラララじゃんけん、じゃんけん、ポン。またねー。